さあ、第1回目となるユイザセッションアット神戸、わざわざ神戸までご参加ありがとうございます。テンション上がっちゃって上がっちゃってもうねやばいんだけど、まあ今日はこいつですよね、ユイ。はい、ユイね、ユイ以外の機材の方がちょっと見た目的に目立ってますけど、なんなんでしょうねこれね今日のメインはこれです。これですね、はい、まあね、皆さんね、ユイされてる方はご存知だと思いますが、吹いて音を鳴らす楽器、まあ、逆に言ったら吹いたら音が鳴る楽器でもあるんですが、その吹くということで、変化するものが一つは音量ですね、はい、音量、弱く吹けば小さい音が鳴るし、強く吹けば大きな音が鳴る。でもう一つは、音色によるんですけども、吹き込み具合によっていわゆるあのフィルターというものが開いたり閉じたりする音色が変わる。優しく吹いた時に柔らかい丸い音が出たり、激しく吹いた時がバッっていうね、あの感じの音かな。でもう一つ最後に大切なものがあるんです。魂を吹き込むということ。そこなんです。もう演奏に、そのなんていうんですか、吹く、まあ、曲を吹く、まあいろいろね、あのありますけども、やはりまあ例えばそれを譜面通りに吹いても、アドリブ的に吹いても。そこにこう吹きたいっていう、 こう自分の意思を、いわゆる呼吸に込めて吹くということで、やはり音楽っていうものがすごくこうなんていうかな、前に出ると思うんですよね。コンビネーション大事ですよね。そう、実際どうでしょう、こう皆さん吹くときにこれぐらいの音量で今吹こうかなって考えて吹かれたことってあります？そう、意外と出たとこ勝負的なところがね、ポンと出たらみたいなところがあるんですけど、まあ極端な話、音量の差っていうのが、一番多分音楽表現の中で一番シンプルで、楽器とかやられてない方でもやはり、その音量差がすごいあると感情表現としてすごい分かりやすい、うん、あの他にね、まあ、ビブラートとか、いうのがピッチベンドとかいろいろありますけど、一番ねシンプルに多分分かりやすいと思うんですよ。で、じゃあどういった練習方法でやればいいかとなると、これ実はあのサックスとかトランペットとかと同じ、もう結局あのロングトーンという練習なんですよ。ユイの場合のロングトーンっていうものは、先ほども言ったように自分でどれぐらいの音量でどれぐらいの、まあ、音色を吹きたいかというのをちゃんとアジャストして、そこにポーンと放り込めるかどうかっていう、そのロングトーンという、もうこれ以上もこれ以下もないあの練習、多分ねフォルテッシモ、大きな音っていうのは多分もう皆さんでもすぐに出せると思うんです。まあ言ったらがっつり吹けばなりますから、うん、問題はいかに綺麗なピアニッシモをキープし続けれるか。やはりまずなんかシンプルなことをで、いわゆる聞かす演奏っていうものがまずできてると、多分そのベーシックがあれば何やっても多分うまく聞こえるはずなんですよね、うん、なのでやはりまあ吹く楽器であるというところの最大の特徴をもうやっぱり生かすようにしていただけたらなと思うので、まあ、これはまあ唯一初心者の方もそうですし、まあ、歴の長いベテランの方もね、一度なんかこう見直してみても、まあ、毎回こうなんていうかな、ちょっと見直してみてもいい、項目かもしれません。意外と慣れちゃうと忘れがちなところもあるかなと思うんですよね、うん、やっぱりその息一つでいろんなことが変化する楽器ですから、まあ、それを勝手にこう変わってるではなく、ちゃんと自分でこう変えていってる感ですか、うん、っていうのがやっぱりこうできると全然違ってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。メトロノーム、皆さん練習の時使われてます、ね、メトロノームは大事ですよ友達っすよね。メトロノームと友達にならないといけません。第二のメンバーっていうかあ、俺が今メトロノームを支配してるっていう感覚。メトロノームを支配する、うん、本当はねタンキングとかもいろいろやりたいんですけど、まあ、このユイザセッション絶対2回目もしたいので、今日はもう出し惜しみします出し惜しみします。次回にその辺は回します。これイユイってウィンドシンセサイザーじゃないですか。でこれよく
僕もあの管楽器だとかっつってて管楽器の仲間だなんつって言ってますけど、これはマッコーシンセサイザーです、はい、皆さん弾かないでくださいねこれモジュラーシンセサイザーと言います。これと同じようなもんがこの中入ってるんですよ。音を出す部分、音を出す部分っていうのが実際のここですね。ここ一番端っこにあるやつで、こいつは何かっていう と、オシレーターと言います。オシレーター、まあ、こんな感じで、じゃあちょっと不安定ですね、アナログだけあって。はい、これブーっていうブザーの音、なんかちょっとブーンっていう感じが変わりましたよね。今これで音階、それから音量をこのコントローラーでコントロールできるようになりました。でもなんか物足りなくないですか。このフィルター、音がこのつまみを動かすと丸くなっていきます。丸くなったの分かります？音量変えてないんですよ。音量変えてないんだけど音が丸くなっていく。この辺とかもう丸い、ギザギザした成分が全くありません。開けていくとギザギザ成分が出てきました。これ、音量が変わってるんじゃなくて音色が変わってるんです、うん、ただちょっと言わせてもらいたいのが、ただ一周回ると病みつきになりますよ。なんでも練習です。練習もそうです。できたことをキープするにはやり続ける。はい先生、はい、ね、頑張ります。そう、あとは人間の体力が続くうちということでございますけども、はい、なので、まあ、第2回目はまあさらに突っ込んだことだったり、まあ、別方面からのアプローチなんかもね、はい、できればなと思うので、まあ、今回はまあどちらともその基本の木というところだったかなと思いますので、はい、ぜひともこれをまた研究していただいて、ね、こう実践に、生かしていただければなと思っておりますので、はい、最初優位戦だった人、一番スタートが戦だった人、優位戦から始めたよ。戦から始めた人、3000だった人、3020だった人、はーい、4000だった人、5000だった人、結構でもまばらにあれだな、思ってたより全然固まってなかったね。うん、ソロの人、あ、そうか、ソロが多いよ。ソロスタートだよ、ソロが多いよ。ソロスタートがそうだわ。そういるわ、うん、USB だ、 USB、 USB もいんの？マジ？
梶田さんがセミナーやってる間は、僕がチャチャ入れてもいい、いやじを飛ばしてください。はい、わかりました、はい、全部無視していきますんで、はい、これが関西流か洗礼、はい、受けたぞ。そういうこと、皆さん持ってらっしゃいますか。あ、持ってくの忘れたすいません、はい、著者が忘れてどうするんですこれで今音が出るようになってるのかな。はい、出ません。はい、来ましたよ。MIDI のケーブル、はい、本番うまくいかないですね、やっぱりあるあるですね。あ、ダメだ、短い生楽器と違ってリードが振動してるわけでも何でもないんで、この楽器っていうのはなんでね、体感がしづらいんですよ、すごく。なんで体感がしづらいものっていうのはどうするかっていうと、頭の中のイメージで補うしかないんです。もう、かかりませんなんでだよアウトここでしょ、アウトここで。っていうか通って出力してんの、なんでリバーブかかんないのこれ。はい、1台ちょっと壊れたようですすごい少数派だと思うんですけど、僕イウイをギターアンプで鳴らすというちょっと教会でも作ろうかなと思うぐらいの増やしていきたいんですものすごい こんなニッチだよね多分ねいろいろねやったんですけどね、あんまり良くなかったから、やってやめたっていうのをいろいろやってました、はい、なのでまあ練習でやったことが、本番うまくいくとは限らないということですね。で、教訓としてはダメだなと思ったらすぐ諦めるっていうユイザセッションズって最後の S つけてるんですけど、最後の S は実は皆さんで作ろうっていう複数形に実はしているんですよ。なのでこうなんていうのかな、こう皆さんも含めてこうどん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 こうユイというものの楽しさとか可能性をこう広めていけるようにゆっくりやってくださいね。よしめめになりますからね。